皆さん、こんにちは。立憲民主党再建連の第30回常設幹事会ということで、皆様には日頃から大変なご活躍ありがとうございます。前回の常任幹事会の時からの少しご報告をいたします。私たちは有明海のり対策本部、即海へ出ました。もう本当に涙が出るような状況であります。伊佐山監督、あの締め切り以来、宝の海が壊れている。で、去年、一昨年と、佐賀県の南西部で大変な被害を受けました。大串代議士と一緒に、私たちは有明特措法というのを作っています。その22条を去年も適用しなさいということを、あれほど言ったにもかかわらず、全く聞く耳を持たず、そして、今年は冷凍網に加えて、秋目網に加えて、冷凍網ももう悲惨な状況でした。1月の2日から、のりの網を張ったんですけれども、実際に海に行って見てみると、もうスカスカで、とてもこれは操業に耐えない、結局ですね、機械がフル稼働しているときに全く動かない、こういう状況であります。今の自民党政治を象徴する出来事であり、私たちは即、国の方にこの22条を適用するように、特段の措置を取るようにということを言いました。本当に遅いです。また、今日は県連大会でございますので、皆さんと確認し合いたいことがいくつかございます。それはまず、この統一地方選挙に向けた私たちの必勝体制であります。現職、そして新たに公認になった同志、全員の当選を勝ち取って、そして今、国会、もう皆さんご覧の通りです。2月3日に閣議決定をした、あの防衛費の財源確保の閣議決定、ご覧になりましたか？国民に新たな負担を負わせないと言いながら、復興特別税を流用する、そして今度は、こともあろうに、年金、この積み立て金のです、年金の剰余金、これは国変動が決められてるんですけども、それを法律で上書きしてですね、そして、防衛に当てる。しかしその防衛の中身も全くなってない状況であります。国防を本気で考えてるから、考えてたらこんなことにならないと思います。他方、インボイスを強行してまいります。もう皆さんもお聞きの通りです。これ増税です。そして弱い立場の人たちをさらに弱くする、そういうものであります。戦いましょう。戦いましょう。農家を回ってみてください。民主党の時は良かった。あの時はもっと自分たちの未来が見えた。そう言われます。子育ての現場を回ってみてください。本当に悲鳴が上がっています。子供たちの給食が費が払えない。悲鳴が上がっています。多様性を、公設を言いながら、岸田首相はですね、同性婚を認めると社会が壊れるとまで言いました。そんな社会ですか？一人一人が多様で、一人一人が自分らしい生き方をしたら社会が壊れるような日本はそういう社会ですか？違うと思いますよ。私たちこの立憲民主党、佐賀県連が中心となって、日本の政治を世直しを、それからこの佐賀から変えていこうじゃありませんか。今日は限られた時間ですけれども、皆さんと前向きの、そしてさらにさらに党勢を拡大する、そのきっかけにさせていただきたい。皆様の日頃からの活動に心から改めて敬意を表し、そして最後になりますが、賃上げ国会だと言っています。言ってるだけじゃないです。GDP がどん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 落ちている中で、どうやって賃上げをしますか。平和が脅かされている。憲法も、専守防衛も、全く金繰りしている中で、どうやって少子化対策しますか。そんな政治を私たちの手に取り戻して、平和とそして国民の暮らしを守っていこうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。これから感謝申し上げたいと思います。トップ1の選挙
けて今全国のところで回らせていただいておりますけれども、そこにギアが上がってきているこういう状況です。で今回党全体で改選挙を迎えられる地方議員の皆様は778名いらっしゃいます。778名に対して今1月の末の段階で擁立が確定したのが862名、約 1.2 倍ですね。もう少し塊で公認推薦が出てくる都道府県がありますので、900は最終的に公認擁立していくと思います。約 1.2 倍から 1.3 倍ぐらいの、現職に対する擁立ということで、比較的私はですね、候補者の皆さん見てて地方においても頑張って、少しでも議席を増やそうと、擁立を増やしていただきますし、特に都道票の存在する、都市部における、政令市の、選挙が多いわけですけれども、都市部においては若手女性の擁立が非常に多い、こういう感じしています。ですから擁立の声が上がってくることをちょっとバロメーターとして見ると、私は勢いを持ってこの統一地方選に臨めている状況にあるのではないかなと思いますので、皆さんと一緒にこの佐賀県努力必勝の体制で頑張っていきたいと思います。今有明海の森のことを早稲田代表からありましたけど、私も3週間前に西南部の七浦を中心として若手乗り業の皆さんと夜に膝を交えて話をしてきました。西南部はもう年々にわたってほぼゼロに等しい漁獲しか続いていないという状況にあります。これに対して国は本当に冷淡で、引き続き、漁業共済積立プラスというですね、共済でお金が入ってくるからいいじゃないかと、こういった対応を続けている状況です。私はとんでもない話だな、有明海特措法を何のために作ったんだと、もう一回国が勉強していき直すべきじゃないかと。有明海特措法は原口大臣と私たち議員立法で作ったものです。国会で議員立法で作って政府に対してこうしろと指示をした国会の文書なんですね、法律なんです。これをしっかり政府に守らせていきたいというふうに思います。国会での議論を見ていただいていると、岸田総理の非常に緩い状態が続いています。1兆円も防衛増税を国民にお願いする、これをポンと決めておきながら、その防衛の中身に関しては何も言わない、どういった時に反撃能力を行使するのか、どういった場合には反撃能力が使われるのか、こちらからミサイルを撃つことになるのか、それすら手の内をさらすことができないという一言で何も言わない、安倍総理ですら集団的自衛権の議論の時には三類型をポンチ絵で示してこういう類型がありますよと言ってたにもかかわらず、岸田総理はゼロです。何も説明しようとしないこの問題を皆さんと共にしっかり追及していきたいと思います。そういう中で増税なんてありえないという話だと私は思います。また岸田総理は少子化対策のことを急に言い出しました。急に言い出して児童手当、子ども手当に対して、私たちもともと民主党時代からチルドレンファースト、あるいは子育て支援ということでやってきました。これに関しては民主党政権時代に当時社民党の皆さんとも連立政権でしたけれども、子ども手当所得制限なしということで私たち提案し法律も通した。それに対して自民党は大いに反対してきて、ばらまき 4K という人の皆さん覚えていらっしゃると思います。そこまで罵詈雑言を吐いて、なんだこのばらまきはと、所得制限つけろと、あれだけ言ってこいっておきながら、今になってこの児童手当に関して所得制限をなくしていこうということを言っている。その方向性はいいにしても、これまでの考えのどこが間違ったのかちゃんと言ってほしい。つまり今でも家を中心とした子育てということを考えているんじゃないのか。私たちは社会で子供を育てようということです。社会で子供を育てようということなんでも、あくまでも自民党は古い家庭観によって家で子供を育てるというようなところをまだ変えてないんじゃないか。そういう考え方が変わってないから、秘書官の同性婚に関するとんでもない発言がやっぱりあるということじゃないか。こういった社会に対するものの見方を私たちしっかりぶつけていかなきゃならないと思いますので、非常に論点の多い国会になっています。こういった国会での論点をきちんと激しく議論の中で出していって、その行く先に統一地方選挙の中でしっかり私たちの主張を各地方地方でやっていただけるような形でいきたいと思いますので、
皆さんと連携しながら何としても結果を出していく、そういう統一挑戦に出していきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。質問等は政策案件の時にお願いします。議題に入る前に、